はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便の椎根翔です。今回もですね、弊社のお試し体験の方に来ていただいた M さんのインタビューを続けてお送りいたします。 M さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、はい、現在、はい、不安なこと、もしくは心配していることがあれば、はい、教えていただければと思います。はい、こちらの仕事を始める前の、まあ、不安と言いますと、やはりまあやってみて仕事量が、ね、ちゃんとあるのかどうか、はい、まあそういうところも不安ですし、うん、まあそうですね、あとまあ私の場合、志村さん、椎名さんの事務所から遠いもんですから、まあ、その近場での仕事があるのかどうか、まあそういったところも心配であります。うんうん、なるほどですね。はい。わかりました。まあ、その辺の心配はですね、はい、まあ、後、後でご説明をさせていただこうと思います。はい、ということで、M さんのインタビューはまだ続きますが、また次回ということで、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。